嫌な予感がするぞ。エリーナ運送、クレームが多発しそうだな、この運送屋は。蹴って運んでるからな。サムデラ運送、こいつらなぜ基本的に物を蹴って押すんだ。それだ、クレームが多発してしまう。あー邪魔。さあホセ閉めろ。は？ああ大丈夫だ、よかった、大丈夫だ。心臓が止まったよ今。一旦ぐらい頑張れホセ、一旦じゃない一歩ぐらい。さあ皆の双剣、ホセの双剣にかかっているこのタラバコは。皆が用意したこの花道、ホセが行く。虫歯菌がエナメル質を刺激。さあ渡したな。ストーンシャワーで行け。違う石を受け入れろ。己の体と違う石を受け入れろ。拷問だろうな、こんなこの石からしたら。人間にこう違う人の皮膚を移植させるのも気持ち悪くなってきた。ひどい例えだった。しかしまあそれほどの痛みということだ。今のストーンシャワーはこの石にとってる。お、初めてじゃないか、人が一人も死ななかったのって。高さがあるから攻めにくいな。サンダーフラッシュ、これはまたいいな、技を覚えたな。しかし今目の前のピエロ野郎を倒せませんけど、どうしよう。とりあえずホセでこれ取るか。どうせ行っても的になるだけだ。虫歯菌としての仕事を果たすホセ。本当はこの飛んでるやつが2匹ともこっち来てほしかったんだけど、それが理想だった。それが俺の書いたシナリオ。サンダーフラッシュのバーゲンセールだ。サンダーフラッシュ使おう。まあまあ強いな、まあ、本当まあまあだけど、まあでもこんぐらいの技でも覚えてくれて、俺はもうかなり。ホーリーのプレッシャー、ホーリーなプレッシャー。おー結構強い。
いいね。まああれじゃどのぐらい食らうのか分かんなかったけど、まあとにかく魔法が増えてくれるに越したことはない。お、そっちなのか。逆にいいぞ。今ちょっと怖かったんだよな。俺は恐れていた。アッシュがフルボッコにされることを。トゥルル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 ル。これやばかったよな。あれにあいつもアッシュにやらせたら。あ、なんだよ。エレナでやらんか。広いなこれ範囲。危なかったよなこれ。アッシュ狙われてたら。九死に一生得た。近距離でも届くんかいこれ。隙がねえな。やべえぞ、ちょっと時間がなくなってきて、あれが取れない。何玉で大丈夫なんだこれ。やばい。7ターン。8ターン以内に全ての処刑装置だから、8ターンないだから8ターンになってもいいんだろう。間に合うか。あ、ギリで間に合う。よかった。あぶねえ。またやり直そうだった。さあホーリープレッシャーの進化を見せろ。こいつ骸骨だから効くだろ。多分効かねえのか。骸骨にホーリープレッシャー普通効く。効くのが普通だよ。サムデラクロ。よし、これであっちの宝箱 OK と。これ壊したら終わる。処刑装置の破壊が勝利条件だから、これ壊したらワンチャン終わる可能性あるな。あれ壊さないようにしよう。逆に処刑装置さえ壊せばいい。いいんだから、これバスタイムの取っといた方がいいかもしれないな。どうなんだろう、そこのところ。よくわかんねえな、これ。とりあえず回復しよう。意外とこっちのチームは難航してるな。こんな回復するんだ、ヒーリングサークルって。強いじゃん。やるじゃん、ゴッドハンド。ゴッドハンドだからね、言うて。ゴッドハンドを名乗るぐらいだから、それなりにクオリティはないと。そりゃそうだよ。ゴッドハンドなのかな。よし、これで配置は OK。 全てに対応できる万全の型。まあ、ホセは犠牲になるかもしれないが仕方ない。お、教授を見せたな、ホセが。ホセの意地。めちゃくちゃ狙われとる。あ、余命宣告。頼むぞ、死ぬなよ。うわ、これ、え、これどうなんの。落ちてるけど、もう。あれ、さらに今靴底は焼けてるよな。なんでだ、仮にこれがマグマだったらもう死んでる。これもう靴底焼けてるだろ。意外とトマトジュースなのかもしれない、あの下は。まあ、その時間をもらったんだったら開けさせてもらう。ライフオーブってあれだよな、あの全員回復するやつだよな。そんなたくさんもらっていいの。レアメタル。
ちょうどいい位置にいるで君。素晴らしいとしか言いようがない。最高に気持ちいい一発が入ったな。さあそして計算され尽くした勝利、リベンジを果たしたぞ。このステージにやった、全員これでクラスチェンジできるし、宝も全部取ったし、完璧な勝利を収めた。これからこの二人は地獄兄弟と呼ぼう。あの二人何度地獄を見てるんだ。あいつらこそが地獄。それは弓兵がいないからだ。そうだ、お前には生きてなすべきことがある。クラスチェンジできるフォークナイトが長かった。ここまで何という物悲しい表情をしているドルメン。悲哀、悲しみのわかる男がドルメン。泣きそうじゃねえか今にも。サムデラのあの隣にあるのは何？サムデラの右になんかないか。なんだあれ？靴？靴を脱いで座ってんのか。行儀がいいな。なんだこのアモン、急に前に出てきてる。なんか焚き火のいい位置、神座にいるし、いつの間にか。サムダレに注目が集まる。すぐものが終わった。このショーの切れ目がなんか中途半端じゃないか。あんまりやりきった感はないよ。遥か北方の辺境に位置するトルネー山脈、古来神々の住処と呼ばれてきたこの地は、その過酷な自然環境をもって開拓者の侵入を拒み続けてきた。アッシュたちは王家の指輪に刻印されていた古代文字に打倒帝国の最後の望みを託し、この地を目指し海路を取って北上した。一方、ついに最低の炎を手に入れた帝国内部では新たな局面を迎える。地図を焼くな。一発通りかこれ。あれ撮影録画ミスしたらあの地図丸々無駄にするからな。あそこはミスは許さないところ。一発できっちり取り切らないといけない。イーサン、なんかこれも中途半端なところで途切れそうだな。なんかこのショーの分かれ目がよくわからない。このゲームよくわからないところでショーが始まって、よくわからないところで終わる。普通なんかもっとボス倒して終わるだろう。自らを破滅へと導こうとする甘美な衝動を戦っている。俺の己の
内に潜む破滅への衝動を追い隠すために繁栄を追求するふりをしているに過ぎない。もう大した相手にされてねえじゃないかこいつ。もう蒲生あたりに消されそうだなこの部屋で。お前は用済みだとか言って。うぜえ。酔ってる。ん？なんつった今。もう？早消されるのが早すぎるだろこいつ。人にはそこまでして存続させるほどの価値はありませんよ。その差がゆえ衰退するというのなら滅ぶに任すのも自然のことあれというもの。え、これ俺が A を押せば切れちゃうやつ。俺のこのスイッチが俺に。よし、じゃあヘル抹殺スイッチを押させていただこう。ポチポチ。なんか罪の意識があるな。俺がボタンを押さなければ生きてたわけだから。不審な物音がしたようですが何か。いいなこの子、このやりとり。ん？なんだお前、打ち合わせで来てたわけじゃねえんだかよこいつ。かっかテロリストの狂人に倒れられた下手人は私が切ったその男が誰が。なんか浅ないこいつの計画。バレるだろこんなの。そいつ、こいつも始末しろよ。じゃあなんかちょっとドルフ浅くないか。こいつなんかもうまたこいつすらもガモンに裏切られそうだな。ガモンの方がなんか手際がいいもん。俺のガモンを押し。いやガモンもったいないよ。もうガモンはもっとワンダルハーツだけじゃなくて他のゲームにも出てほしいぐらい。スマブラに出てほしい。ガモン参戦。誰ってなるの間違いなく。ガモンって誰は。クラスチェンジは。もうクラスチェンジさせてよ本当に。もうそれだけを支えに生きてたのに。これそれだけを支えに俺をも続けたのに。一度見たマップを何回もやってたのに。しかもなんで船の上に岩があるんだよ。これ何なんだよ。打眼か。グラップラバキの拳で中国憲法の達人はそのうち バターのように岩を素手で切れるようになるという。そして大きな岩を丸めて球を作る。打眼。ホムデラあたりがやってたんですね。ホムデラって誰だよ。ホルクス。もう気が狂いそうだこのゲーム。半分狂っている俺は。ここにないかなってか。もういやもう、もうまあでもまあまあ新しいステージに進めただけよしとしようや。新しいとこ進めただけでな。